それでは総理お願いいたします。働き方改革実行法計画の決定はですね、日本の働き方を変える改革にとって歴史的な一歩であると思います。戦後日本の労働法制市場の大改革であるとの評価もありました。かつては特に時間外労働の危険事実はですね、この間にある溝は埋められないんだと思われていたわけでありますが、本当にどうして合意に達していただいたことに対して改めて敬意を表したいと思います。文化やライフスタイルとして長年染みついた労働慣行が本当に改革できるのかと半信半疑の方もおられると思います。ここにおられないでしょうけども、外の方にはだいぶおられるのではないかと思いますが、しかし後世において振り返れば、2017年が日本の働き方が変わった出発点として、間違いなく記憶されるであろうと私は確信をしております。ただ同時にこの実行計画は最初の一歩に過ぎないわけであります。同一労働同一賃金にせよ、そして時間外労働の上限規制にせよ、法案を立案をし国会に提出をして、そしてさらに成立をさせなければですね、単なる作文であり絵に描いた餅に手を割ってしまうわけであります。その意味においてですね、政府の役割は極めて重いと思っております。関係大臣におかれては本実行計画に丁寧に書き込まれた内容に忠実に関わって、関係審議会の審議を終え早期に法案を国会に提出していただきたいと思います。安倍政権は法案の成立に全力を傾注してまいります。働き方改革を実践会議は本日が最終回となります。6ヶ月という短期間に9分野に及ぶ網羅的審議にお付き合いをいただき、案を取りまとめていただいたことに改めて感謝申し上げたいと思います。しかし今後大切なことはですね、しっかりフォローアップして、PDCA をですね、回していくことが大切でございます。まだ皆様には肩の荷を下ろしていただくわけにはいかないわけでありまして、働き方改革、フォローアップ会合を設置をいたしますので、委員の皆様にはぜひ続きご協力をいただきまして、私たちと一緒に荷物を担いでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。改めて皆様方に今日から御礼を申し上げまして、私のご挨拶をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。それではプレスの方退出をお願いします。